こんにちは、ムガチャンネルです。今日紹介しますおもちゃなんですけども、中国のゾンビといえばキョンシーですよね。キョンシーって結構怖いじゃないですか。で、そのキョンシーに猫を足すとどうなると思います？そう、かわいいキョンシーになるんですよ。今日はそんなおもちゃを紹介していきます。キタンクラブから発売されているキョンシーキャットっていうおもちゃなんですけども、1回300円のガチャガチャのおもちゃになります。で、そちらをコンプリートしましたので紹介をしていきます。バグガチャのようでバグガチャじゃないんですよ。画面をね、ちょっと切り替えて紹介していきたいと思います。ムカチャンネル。はい、そのおもちゃがこちら、キョンシーキャットキタンクラブ、1回300円です。ラインナップはこんな感じになっております。白、チャトラ、ミグ、キジトラ、グレーという名前になっておりますね。では先頭から順番にね、見ていきたいと思います。今こちらにね、並んでますけど、めっちゃ可愛いですね。はい、まずこちら1個目です。キョンシーキャットの白です。めちゃめちゃ可愛いですよね。材質はね、これね、ソフビとは違いますね。PVC って書いて、中が多分中空にはなってないんだと思うんですよ。だからソフビではなくて、可動などはしません。めちゃめちゃ可愛いでしょう。で、後ろにはね、キタンクラブさんと刻印がされてます。キタンクラブさんって言ったら、いろんなね、動物系のガチャガチャが結構多いですよね。すごいリアルな造形から、ちょっと崩したようなね、可愛い動物のガチャガチャが多いですね。足裏の肉球の表現がめちゃめちゃたまんないですよね。でね、細かいんですけど、この手のひらもほら、肉球がね、ペイントされてるんですよ。めちゃめちゃ可愛い。このシリーズすべてそうなんですけど、お札がね、取れるんですよ。今お札があるからじっとしてますけど、これを取ると暴れ出す。はい、お札を取りました。すると、あらま可愛い、あらま可愛い。お札を取ると顔の表情がより鮮明にね、わかりますね。丸いお目目で可愛いですね。毛並みがね、白なんで、名前は単純に白ですけど、あ、服見てください、これ可愛いですね。ひよこのマークが服についててめちゃめちゃ可愛い。はい、こちら白です。ちょっとね、お札をつけていきましょうか。はい、では次、チャトラー。造形はね、一緒っぽそうですね。塗装が違って、服のデザイン等は一緒です。チャトラもね、お札を剥がしますよ。お札はマグネットとかではなくて、このように突起があるので、それを帽子のね、この穴に差し込むという感じになってますね。チャトラです。かわいいね、このチャトラも。うん。なんか目が何とも言えなくかわいいです。はい、続いてミケです。お札を外します。はい、こんな感じです。トントン。かわいいね。お札はね、つけてしまっとかないと夜ね、暴れ出しちゃいますからね。はい、3匹目、キジトラです。しましまのね、尻尾がかわいいですね。はい、顔の表情です。うん、なんか強そうですね、キジトラ。はい、最後は、毛がね、グレー。名前がグレーという猫でーす。はい、お札外します。顔はこんな感じです。かわいいですね。共通して肉球はすべて一緒っぽいですね。色もデザインも。はい、集合させました。こんな感じです。めちゃめちゃかわいいね、これ本当にね。冒頭にも言いましたけども、こちらはバグガチャではなくて、キタンクラブから出ているガチャになります。で、こちら過去のね、動画で紹介しましたバグガチャのキョンシネーターです。それとの比較です。キョンシネーターの方が背は高いですね。重さはね、やっぱこっちソフビで中が中空なんで、
重さは若干キョンシーキャットの方が重いのかもしれないですね。両方可愛いんですけども、キョンシーキャットの方が猫なんで愛嬌があってとても可愛いですね。はい、本日はキタンクラブさんからキョンシーキャットの紹介でした。じゃあね。